んにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書グローバリゼーションと文化の解説をやっていきたいと思います。現代はグローバリゼーションの時代、市場経済とか IT 技術が世界中に広まっていってる。ただその中で筆者の渡辺康さんはスーパーモダンとポストモダンの2つの力がせめぎ合っている、こういうふうに考えているんだね。こういうふうに言うと、え、何それ、スーパーモダンとかポストモダンって言われてもわからないよ、こういうふうに思うかもしれないけど、そこのところは動画でじっくりと解説していきたいと思いますので、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。現代はグローバリゼーションの時代というけど、そもそもこのグローバリゼーションの時代というのはいつ始まったのか、どこからどこまでのことを指すのかといったところが非常に恣意的、つまり人の操作によってどんでも作り変えてしまうことができるものなんだね。まあこれはグローバリゼーションの時代という言葉に限らず、いろんな歴史区分とか地理区分は誰がどの点に着目して何のために境界線を引くのか、そういうことによってガラリとその区分が変わってしまうものなの。だから見方を変えれば、人類というの歴史全てがグローバリゼーションがどんどん進んでいってる、グローバリゼーションの歴史だ、こういうふうに見ることもできるっていうわけ。例えば古代の東西の交流だってグローバリゼーションの歴史と見ることはできるし、ね、昔の人はシルクロードを使ってヨーロッパとかアラブの文化が中国に入ってきたり、また中国の文化をヨーロッパやアラビアの国に伝えたりもしていた。でもね、本格的なグローバリゼーションの歴史が始まったのは15世紀半ば以降、こういう風な見方だって可能。その時代はヨーロッパを中心とする大航海時代が始まったから、海を使っていろんな国々が結ばれていき、世界地図が完成したのもこの時代だったね。でもね、ある人はこう言うかもしれない。いやいや、世界的な金融体制、国際金融とか貿易体制っていうのは第二次世界大戦以降アメリカを中心として作られたものだ。だから、ここからをグローバリゼーションの時代、こういう風にいうことができる、こういうふうに主張する人もいるだろう。でもね、今回の文章ではグローバリゼーションの時代というのは1990年代以降、市場経済が世界的に普及していき、インターネットなどの情報通信技術が指きたすか、つまりいつでもネットワークが使えるような状態になった時、そこからをグローバリゼーションの時代というふうに考えていきたい。この発端となったのが1990年代に起こった東西冷戦構造の瓦解、東ドイツと西ドイツが統一されてソ連の社会主義体制が崩壊し、中国でも市場経済が受け入れられるようになった。そこから先の時代が地球規模で市場経済が進んでいったと考えることができるんだね。で、こういった市場経済とか情報通信技術の発達ということはモダニゼーション、近代化という言葉で言い表すことができる。現代はこのモダン、近代が加速的に拡張して深まっていってる時代、こういうふうに見ることもできるわけだ。で、これが近代化がどんどん進んでいってる社会と見ることで、現代はモダンを超えるスーパーモダン、そういうグローバリゼーションが進んでいってる、こういうふうに見ることができるわけだ。その結果どうなったのか、それは時間と空間が圧縮した。いや、とは言ってもね、本当に時間と空間が圧縮されたわけではないよ。だからこの圧縮という言葉には括弧がついているんだけど、50年前に比べて現代の時代はまさにこの時間と空間が圧縮されたと考えることができる。昔遠くの場所に行こうと思ったらどれほどの時間を要したのか、そのことだけを考えても現代がどれほど時間を圧縮できているかがわかる。また以前なら知ることができなかったような情報も今はインターネットを通して簡単に入手することができる。これも場所に関わりなくということで空間が圧縮されたと考えることができるね。そしてこのことはグローバルに世界中に広がっている。例えばみんながある遠い場所、知らない場所に訪れたとしよう。でもそれでも現代はある程度生活できるようになっている。それがたとえ遠い外国だったとしても、そこにある ATM を使えばその国のお金を引き出すことはできるだろうし、現金を引き出すまでもなくスマホのアプリを使えばある程度の買い物だってできちゃう。お店だってコンビニとかファーストフード、こういったものは世界中に広がっているから、どこでも変わらない商品や味を楽しむことができる。ホテルとか高速道路、空港といった施設もそのシステムは世界中そんなに変わらないよね。つまりみんなはそこが見知らぬ土地であったとしても、遠い外国であったとしても、日本のような暮らしを続けることができるっていうわけ。
これっていうのは50年前、100年前には考えられないことだった。でもその分失われたものもあるよ。その一つがローカルアイデンティティ、その地方、国ならではのもの、そういったものが希薄になった、失われてしまったということができる。考えてみて、せっかく外国に旅行に行ったのに、日本と同じようなお店がそこに立っていては、なんかちょっと外国に来たって気がなくなっちゃうよね。そう、今の世界はどこでもない場所、ここが日本だとかトルコだとかアメリカだとか、そういうふうに断言することができない、特定できない場所が世界中に広がっていってるっていうこと。じゃあ現在の近代モダンは、これから先もスーパーモダンとなってさらに加速して広がっていくんだろうか。そうとは言えない。モダンというのは先ほど市場経済とか IT 技術の発達といった言葉で説明したけど、もう一つ国民国家が確立されたといった側面もある。で、この国民国家が現代にあって出てきた巨大企業とか市民社会組織によってその存在が揺り動かされているという時代なんだね。だから現代はモダンの後に来る時代ということで、ポストモダン、こういうふうに言うこともできるわけだ。そもそも国民国家の始まりは17世紀にヨーロッパの間で結ばれたウェストファリア条約によって始まったと考えることができる。その後、近代的な主権国家体制が18世紀から19世紀にかけて欧米諸国やそれを追いかけようとする日本においてどんどん確立されていき、国民統合が進んだと見ることができる。それまでのその国の中にいた人々というのは、そこに住んでいるという意味を持つ領民という意味しか持ってなかった。ところがそれが近代が始まって、人々は文化的な同質性が高い国民というふうになったわけだ。例えば日本においては、富国強兵を進めるために日本中の一人一人の領民に自分は国民であるという意識を持ってもらう必要があった。そういうふうにみんなが同じ言葉を話して同じ教育を受けていた方が効率的に、しかも安定的に近代化を推し進めることができるからね。そうして日本は富国強兵という目標を急速に達成していったんだけど、その過程では学校においての国語教育とか、あるいは記念碑を建てるといったモニュメント建設、また新聞や放送などを通した創造の共同体を作り上げること、つまり自分は日本人、この日本の国民なんだ、そういった意識をみんなに持ってもらえるようにあらゆる政策が取られていったんだね。まあもちろん現在になって振り返ってみると、そういった近代化を進める上で出てきた負の側面についても研究されている。例えば日本における特定の文化が伝統的であるとして作り出される一方で、これは近代化にふさわしくないとされる歴史は忘却される、忘れられるということが起こった。なので現代は国民国家の機能とか権限の限界が指摘されて、巨大企業とか市民社会組織といったものが注目されるようになったんだけど、こういった組織は現在の国民国家ではできないようなことをいろいろ実現しているということができる。例えば現在のGAFAを中心とするアメリカの IT 企業は中小国家の予算を超える資金を自分たちが思うままに使うことができる。GAFAというのはみんなもよく知っている Apple や Amazon、 この YouTube を運営している Google、 そして Facebook や Microsoft のことなんだけど、そういった企業の活動は時には国家の活動よりも大きく人の暮らしに影響を与えているということができる。また NGO などの民間の非営利団体は国家間では調整が入り難しいような活動を国境を越えて行っているところもある。そう、現在はナショナル、国家という層以外にももっと大きいマクロの層、つまりリージョナル、例えば地域連合といった層とか、グローバル、国際機関といった層がある。またナショナルよりもミクロ、小さい層としてはローカル、例えば地方自治体とか、その下のコミュナル、地域共同体といったものもある。今私たちはどれかの層だけに属しているわけではなく、いろんな層に身を置きながら生きていってるっていうわけです。じゃあそのことで、このポストモダンが進むことによって国家の力はどんどんと弱まっていき、やがてなくなってしまうのかといったら、そうは考えられていない。確かに現代において国家の力は絶対的ではなくなった。グローバルとかローカルとかいろんな層に囲まれながら、その機能とか権限は相対的なものとなっているんだけど、その一方でスーパーモダン、つまり近代化が加速していってるという面も忘れてはならない。そう、国家の役割がますます重要になっていってるという側面もあるの。例えばその国の中での格差を是正するための再分配とか、税金をお金をたくさん持っている人から取って、なくて困っている人に分け与えるといった機能、こんなことは巨大企業とかにはできないことだよね。他にも法制度を運用したり、外交していろんな国と協力し合ったり話し合ったり、通商貿易活動を行ったり、安全保障のシステムを作り上げたりすること、もちろんこういったことにも国際機関とか地域連合といった部分は活躍するけど、あくまで国家が基本になってこういったことを推し進めていく。
つまり現代においては国家を否定するのではなく、かといって国家に肯定する、国家しかないと思い込むのではなくて、もっといろんな層と連絡を取り合いながらガバナンス統治を進めていくこと、重層的なネットワーク型のガバナンスというものが求められている。またそれによってグローバリゼーションの層しかないという、またそこにだけ力を入れることに伴うリスクを分散させることができると考えられているんだね。わかる筆者はいろいろある層の中のどれかだけを残して他の層をなくしてしまう、そういうふうにした場合何か変動が起きたとき、その層だけでは解決できなくなるかもしれない。そういったリスクのことを考えて、グローバルもローカルもマクロもミクロもいろんな層を残すべきだ、こういうふうに考えているんだね。そう、私たちはナショナリズム、民族主義や国家主義を完全になくしてしまうと否定する必要はない。でもね、もちろんそのナショナリズムこそが絶対だとして、他の層を否定することもしてはならない。私たちが持つその国に対する郷土愛というものは、他の層、つまりグローバルやリージョナル、ローカルやコミュナルなどに開かれていなければならないんだね。例えば国語教育にしても日本語が重要であること、これは確かなことなんだけど、その他の言語に対しても積極的に開かれているべきだ。もちろんグローバルな言語である英語は大切だし、リージョナルな言語といえるフランス語とかスペイン語、そういった言語も必要となってくる。それらの言語は複数の地域や国で使われている言語だからね。またベトナム語やペルシャ語といったローカルな言語を扱える人材だって今の日本には必要となってくるだろう。日本国内を振り返ってみたときに重要なのは標準語だけではない。方言とか少数民族の言葉も大切だし、障害者のための手話とか点字を普及させる努力、そういったものも大切だろう。なぜなら言語にはもちろん道具としての側面はあるんだけど、それ以外にも多様な知識とか価値観がその言葉には埋め込まれているから、その言語をなくすということはその価値観自体をなくすということにつながるんだね。もちろん世界中のみんなが一つの言葉を使うようになったとき、それはすごく便利だろうね。でもそういった利便性とか効率性、そういったことよりも長期的に見れば多様な知識とか価値観が残っていくこと、この方が大切だと筆者は考えているわけ。なぜならたくさんあるものを一つにするということは何か変動が起きた時に対応できなくなる、そういった脆弱さとリスクを抱えている、こういうふうに考えているんだね。でこれは言語言葉だけの問題ではないよ。世界中に残っているいろんな文化もこれと同じことが言える。グローバルといったら同じ一つの文化を推し進める、こういったイメージがあるけど、世界中のお店が全部マクドナルドとかユニクロといったチェーン店になってしまったら、その国の文化が消えてなくなってしまうよね。私たちはこの世界にいろんな層を作るべき、その国その地域ならではのもの、ローカルなものも残していくべきなんだね。だから今の時代、私たちはグローバルに考え、ローカルに行動する、世界を見渡す視点でいろいろ考えて自分の地域ローカルで行動する、こういったことも大切だし、逆にローカルに考えてグローバルに行動する、それぞれの地域の価値観や考え方を持ちながらグローバルに世界で活躍する、そういったことも大切とされている時代だ。こういうふうに言うことができるの。こういうふうにグローバリゼーションとローカリゼーションを掛け合わせた言葉としてグローカリゼーションという考え方がある。このグローカリゼーションは普遍主義の中の個別化、世界中広く行き渡るような考え方の中でそれぞれの個別に合ったものを探していくという考え方や、個別主義の普遍化、つまりそれぞれ個別に作り上げたことを世界でもグローバルでも通用させていくというやり方、どちらも大切になっていく、その相互作用によってこの世界を作り上げていくべきなんだね。今私たちはグローバルかローカル、どちらか一つに身を置くわけではない。その2つを循環させることによって根本的に異質なものを混ぜ合わせることによって新しいものを作り出していかなければならないんだね。でこういったグローカリゼーションの一つの例としてスローフードが挙げられる、まあつまり近代化グローバリゼーションの一つの流れとして世界中に広がっているファーストフードやファーストライフ、つまり効率とかスピードを重視するといった生活に対抗する概念として生まれた。このスローフード運動ではファーストフードとは逆に手間暇かけて作られたその土地の食を見直して、できるだけ地元の食材を重視して味わい深いものを作り上げていくといった考え方、この運動はアメリカを含めた国境を越える広がりを見せ、特に先進国で健康志向とかグルメ志向が高まっていたから、その地域で始まった運動がグローバルな広がりを見せた。このスローフード運動を見ていくとこういうふうにグローバリゼーションを使うこともできるんだと思うよね。つまりグローバリゼーションに対する否定派はこれはアメリカ
リカナイゼーションだ、世界中をアメリカ化することだとか、そうやって世界中の文化を画一化、均質化させること、そしてそれぞれの国にある伝統を破壊して一つの文化だけを残すこと、文化帝国主義だ、新しい植民地主義、新植民地主義だというふうに批判するけど、このグローカリゼーションの考え方を使えばローカルなものを、あるいは近代化に反対する動きのものをグローバルに世界の波に乗せることができるわけだ。でもね、だからといってもちろんグローバリゼーションを全面的に受けようとする肯定派も間違ったところはある。例えばアメリカのある民族によって伝統的に伝えられてきた薬草の作り方、そういった伝統的知識がグローバリゼーションによって世界標準化されてたくさんの人の命を救うことになる、これはいい面かもしれないけど、その一方でそういった薬草の知識を先進国の大手製薬会社が独占すること、そしてそこから出る利益を独占すること、それってちょっとおかしいよね。もともとその技術を持っていたのはアフリカのある民族だったのに、そういったものの権利がいつの間にか先進国に移されているっていうわけ。あるいはそういった薬草の知識は長老の権限によってその下の世代へと受け継がれていったのが、そういった場所に近代世界の波が押し寄せて学校が設立されることによって子どもたちはみんな長老の話に耳を傾けなくなった。それによって部族の社会秩序が混乱する、こういったことも起きている。つまりこのグローバリゼーションという現象はいろんな側面を抱えているから、それを一言でいいとか悪いとか言って言い切ることはできないんだね。だから私たちはこのグローバリゼーションの時代を生きる中でその負の面をできるだけコントロールし、同時に正の側面、いい部分をうまく活用していくこと、これが求められているっていうわけ。そのために私たちはこのグローバリゼーションを持続可能なものにしなければならない。そう、今の時代は文化の使い方、これが問われている。できるだけそれを建設的なものとし、マイナス面を多く含むものがあるんだとしたら、できるだけ具体的な代案によってより良いものを創造的に作っていかなければならない。そうした創造力が問われているのが現代という時代なんだね。どうですか、今回の授業分かりました？グローバリゼーションと一言で言ってもいろんな側面があるんだね。その中で私たちはどれか一つにこだわるのではなく、どれもうまく活用しながらこの世の中に役立つものを作り出していかなければならない、そういったことを教えてくれる文章でした。もう一回読み直して自分たちはこの時代でどうやって生きていけばいいのか、この問題について考えていってください。それでは今回の授業を終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。